夏の観光シーズンを控え、富士保健所はホテル、旅館の食品の取り扱いなどの一斉監視・指導を行いました。このうち富士宮市の旅館では、保健所の職員2人が調理器具の洗浄や食材の保管状況など衛生面を点検しました。衛生管理計画の作成などが義務化され、職員は衛生管理を見える化するよう指導していました。静岡県、今ノロウイルスの食中毒が非常に多く発生しておりまして、手洗い徹底していただいて食中毒防止に努めていただきたいと思います。富士保健所では21日までの3日間、富士宮市内16施設の監視・指導を行う予定です。